突撃キャンプサイト吉岡です。吉岡です。吉岡さんです。なんていうやつでしょう。テントはサバティカルの、はい、ギリア。ギリア、今はあの抽選で買えるような、はい、なるほど。奥にちょっと見えてる。奥にも奥やめてください。奥やめてください。車中泊スタイルやめてください。ちょっとラブラブ感。声量すごいですね。声量すごい。声量やばいですね。おはようございます。おはようございます。斉藤です。はい、ありがとうございます。本日どこでしょう。青の原です。そう、その通り、青の原です。なんだこれ。わかんない、今始まった。はい、ボアさんもいます。はい、一緒に来ました。扇風機当たってないよ。あ、そう、なんかね、毛が絡みそうでやめたの。あ、起きてるから。はい、本日は、デイキャンプに来ております。はい、デイキャンプって言っても車あそこ止めてるだけですけどね。うん、なんかちょっと空いたんだけど、今日すごい混んでてテント張れなかったんで。土日やばいね。うん、ということで、はい、今日は引き続き突撃キャンプサイト。突撃キャンプサイト。キャンプサイト。はい、よろしくお願いします。あの、僕らのサイトではなくて、うん、他の、ね、方のテントコーデを見せていただこうという企画でございます。はい、はい、皆さんがね、いろいろ真似したいっていう方もね、いらっしゃると思いますので、はい、ぜひ参考にしていただけたらと思います。はい、本日のキャンパーさんはこちらです。はい、どうぞ。ドン。吉岡です。吉岡です。吉岡さんです。あ、どうも。どうも、お邪魔します。吉岡です。吉岡さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、はい、吉岡さんでいいんですか。ヤンズでいいです。あ、ヤンズさん、ヤンズでいいです。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。じゃあ、ヤンズさんとここにミュウさんのインスタをリンク貼らせていただきます。はい、お願いします。今日は青野原ですけども、何も、はい、紹介するもんあるの。 いっぱいありますよ。ありますか。いっぱいありますよ。ありますか。何でいいですか。めっちゃおしゃれ。どうぞどうぞ。今日ミニマムな感じで、うん、今日ミニマムなんですか。はい、今日はちょっと少なめで、これ2人なんで。じゃあちょっと早速、はい、テントから行く。はい、ちょっと見せていただいてもよろしいですか。はい、テントはこれはなんていうやつでしょう。テントはサバティカルの、はい、ギリア。A&F から出てる、なかなか手に入らない、今あの抽選で買えるような、なるほど、テント。2人用なんですかね、これ。2人、ね、インナーが2人用と5人用があって、インナー2つ付きで、はい、今日はインナーなしの。え、インナー何個付きですか。インナー2つ付き。寝室だけみたいな使い方もできる。なるほどなるほど。フルキャンにこれ1個持ってけば 1,2,3,4,5,6 人は寝れるみたいな。なるほど。あ、じゃあこういうスペースじゃなくて、こういうスペースじゃなくても寝室スペースにして、はいはいはい、であとタープ張ればみたいな。はいはい。いいね。今日はインナーがないん。今日インナーなしの夫婦2人なんで、はい、ワンルームタイプで、はい、コット、はい、1個で1個で寝るんですか。1個で2人で。奥にちょっと見えてる。奥にも。やめてください。車中泊スタイルやめてください。ちょっとラブラブ感。声量すごいですね。声量すごい。声量やばいですね。これいらない。いらない。コットがでもね、でかいね。そうなの。コットね、そうなんすよ。ワイドコットってなんすか、これ。これね、海外ブランドの、はい、テトン。テトンってとこのブランド。はい、すごいね。テトンめちゃくちゃでかいですね。あの張りもめちゃ良くて、そう、もうキシキシ言わないし、はい、寝心地も最高で、広いけど全然ハルピンさん座っても平気ですか。あ、どうぞ寝転がってください。邪魔します。もう寝転がっちゃった。あ、なんか広いとさ、へこむのかなと思ったけど全然平気。もう寝てちゃう。ちょっと足さ、草履だったか足汚くて。いや、下ろしていいです。下ろしていいです。お邪魔します。下ろしてください。結構広くて寝心地良さそう。めっちゃ広い。もうなんかあれですね、ハンモックみたいな感覚ですね、こんなにでかいと。ダブルベッド的な。はいはいはい。あ、すごいすごい。音しない。
え、これ畳んだらどんぐらいになるんですか？畳むとね、でもちょっとでかいんですけど。あ、やっぱりそう。まあ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 、まあ、はいはいはい。あれベンチレーターですよね。ベンチレーターです。はい、こっちもある。4つある。4つあって、はい、でも春夏秋、はい、用、ギリアはスカートとかない。夏がつかない、スカートがついてないんで、はい、あのやっぱ真冬はちょっと寒いかな。なるほど。設営早そうですよね。設営はもう慣れちゃうと10分から20分、まあ、テントだけならね、うん、ただこうレイアウトしちゃうと1時間、まあ、1時間から1時間半、うん、はいはい。これ今回はでもすっごい少なめで、いや、いいっすね、このコンパクトな感じも、ね、ミニマムキャンプで、ミニマム、今日ミニマム、テーブルもでかいっすね、これテーブルは、まあ、でかいね、でかいっす。あ、これハイランダーですね。ハイランダー、ロールでかい、いいな、このサイズ、ね、1個あったら。これ1個あると、2人だともう全然これ1個ある。そうですね。うちが使ってるのはこの半分ぐらいの2つ使うもんね。そうそう、あ、結局この足がだから2つ、そうです、2つ足ってやつ。うん、いいですね。ヤンズはテーブルが大好きなんですよ。テーブルが大好きなんですか？どういうことですか？テーブルばっかり買おうとして、これもテーブルじゃないですか、これもテーブルなんですよ。あ、本当。これがバークマン。バークマンも買えたんですね。あ、キャンプギアこれ、はいはい、どうすかそれ。これね、うちまだ試してないです。1000円。そうですよね、うん、これなかなか売ってなくて。それだって結構キャンプメーカーの買うと高いですよね。高い、そう、5000円近くするんですもんね、アルミテーブル。あ、でも初めて本物見た。マジですか、うん、これ3つ買ってきたんですよ。いや、3つ買った、よく買えましたね。いい、いいね。テーブル結局台になりますもんね。そう、もうテーブルとしてないから今台扱い。クラブボックスの手のテーブル。あ、それはテーブル完全。なるほど。テーブルばっかり。あ確かに、確かに台を買おうと思ったらテーブルを買った方がいい、ね。うん。今日ね、雨だからちょっとあれだから、ちょっと上げようかな。下に置きたくない。はいはいはい、そういうことですね。そう、テンションも上げて、はい、もうそこも上げてみたいな。へーへーみたいなね。愉快なご夫婦です。上ベアボン、上ベアボンです。いつも通りの3連のやつですね。3連、はい、3連を今日は3連で止めました。3連を3連で止めた。いつも6連しちゃうんですか？あ、そうなんですか。そうなん。あ、つなげて、へぇー、まだ未だに見たことないよ。そういう止めたってことか。いいなぁ。そっか、あそこ、そっか、つなげられんすもんね、あれに。そう、あそこにこうつなげて、ここ6連しようかっつったんだけど、はい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 、いらないって言われた。確かに、このサイズなら明るすぎってことコンロはこれタフマル。タフマルです。うん、はい、はい、どうですかタフマル。タフマルはいいですよ。いい、うん、あの麓とか行くと全然風とか関係なしに、ああ、このこいつががっちり守ってくれてんすか。守るくんです。タフマルくんですけどね。あ、そうです。いや、こいつは守るくんなんだけど、はい、タフマルなんですよ外は。なるほどね。これもそう、なるほどね。タフ守る。ここで流さないと。そうです。これも5番号なんですよ。え、そうなんですか。なんだっけ。なんとか。ああ、これがそうなんだ。ここに出しててください。こんなでかいんですか。そう。これね、マジで超いいんですよ。氷が全然。氷が全然溶けない。わ、すげえ。これ朝の5時から入れて早朝の。でも全然溶けない。すげえ。すごい。これ本当いいっす。スタンレーに入れるの結構大変だからさ、大きい氷は。買いですよ。これいくらでした？これね、2000円。安っ。で、メルカリはもう倍額です。あ、もう転売ヤーが。なるほどね。で、もう本当全然これ朝5時から入れるこの水の量。バックマンで働いてる人みたいな。もう本当これやばい、やばいっす、やばいっす。アンバサダーですよね。俺これ仕事でも持ってってるぐらいなんで今。いいね。うん、って言ったらワークマンですもんね。もうほんとワークマン、もうお世話になってます。ほんとハルピンとリアルワークマン。アンバサダーになりたいぐらい。あのジャグはじゃあ普通にお水が入って、あのジャグは水が入って DOD のジャグ。はいはい、かわいいね、やっぱり。まあ、まあ、そこそこですね。あとはなんかこう使い勝手の良いキャンプグッズってあります？これ気になるんですか？このシリーズね、さっき言ったから。オレゴニアキャンパー。あ、オレゴニア、オレゴニアキャンパー。はいはい、そう、これこれゴミ箱。これでも結構前、昔からみんなキャンパー、はいはい、よく見ますよね、これ。まあ、ゴミ箱、ほら、止めれるから。ゴミ箱と、これ同じシリーズですか？そう、
これをレゴニアで、バケツとこれが違う、ワットノットっていうやつで、はい、あ、違うところなの、私も一緒だと思ってたんですけど、こちらは違う、似てますね。これもなかなかこうすぐ売れちゃって手に入らない。なんなんですか、何入れですか、これは。これは普通に小物入れ、キッチン道具、はいはい、今まで そう無印の、うん、頑丈ボックス、頑丈ボックス、はいはい、頑丈ボックス、うちも使ってます。ちょっとコンパクトにしようと思って今回これ、それテーブルにもなっちゃうんですね。なんかこれ別売りで、あ、これなんと、100均です、はい、めっちゃセットに見えますよ。シンデレラフィットして、すごいすごい。でこれも100均のゴムなんだけど、すごい、すごい、あ、すごいこと考える人、常に考えてるんでしょうね、はいはいはい、こっちも止めればどうするね、はいはい、すごい、全然セットに見える。最初なんかセリアかなんかでこの蓋だけを探したんですよ。この人何買ってんだろうと思って、何に使うんだろう、そんなに使うのみたいな。これ、これでも本当に俺マジで超使えるなと思って。あ、すごい、さすが職人さんですね。あ、いいですね、もう全然テーブルになっちゃうこれ。すごい、本当だ、めっちゃいい。そう、うん、これはね、ちょっとすげえおすすめ。俺もこれちょっとインスタ見て。そうそう、あ、なるほどね。この蓋だけはね、これはイエティ、これそれイエティです、蓋付き。ちなみにこれって何使ってます？それバケツ、これ、はい、これ何に使ってるか知ってる？知らないです。何に使ってます？これ椅子。クーラーボックス、あれチャムスのなんですか？それはチャムスですね。あれもなんか新しい色出ましたよね。こういう色ね。そう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 。あ、ま、カーキみたいな。ね。でももうこれやめます。やっぱ斎藤夫婦さん見て。斎藤夫婦さんみたいな。イエティ欲しい。やっぱイエティじゃない。なった。持ってそうなのに見える。持ってない。欲しい色がなかったり。そうない。何色狙いなんですか。あ、やっぱサンド、サンド。あ、サンド。あ、これ同じやつ。同じこれと同じ色で。やっぱそこに置いとけば、まあ、確かに、そう、赤より絶対いいかなと。でも赤も意外に好きなんですよ、うんうん、差し色みたいになってる、うんうん、なるほど、はい、中はじゃあそんな感じですかね。はい、そんな感じですかね、はい、あの辺がすごいよ、焚き火が来ましたよりな。これちょっとじゃあ全貌を見せましょう。はい、これトリパスプロダクツ、はいはいはい、のぐるぐるファイヤー。あ、ぐるぐるファイヤー。これね、もう販売した手で買って、もうサビサビで、はいはい、もうこれがかっこいいなと。かっこいい、なんか角みたいだね。すごい。すごい。こう薪が縦に入るんですよね。そうそうそう。へえ。で、二次燃焼のパーツとかも売ってて。あ、そうなんですね。まあそれはまだ買ってないですけど。すげえ。すごいね。この引っ掛けるとこはなんか。燃やしながら使うんですか？これはポットとか引っ掛ける、はいはいはい、なるほどなるほど、お、すごい、めっちゃインスタ映えだね。で結構コンパクトになるんですよね、これ。あ、そう、ピチョンって。そうっすよね、へー、すごい、こんな大きいの、うん、そう、プラモデルみたいな。ここにもラインがかっこいいな。あれ、これも3つ目、3つ目こんなに手に入れられるなんてこんな感じですよ、外から。あ、ランタン、ピンクのポールすごい可愛いじゃん。このポールは普通のポールですよね。これ DOD です。はいはい、これで可愛い。で、それを立てるやつが売ってんすか、これ。これが DOD から出てるチンアナゴってやつ。はい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 、あ、それ、あ、これで止めてるんだ。なるほど、そうそうそう。へえ、これ何ですか。それはポイです。え、ポイです。ポイって電気。なるほどなるほど。こうやって光るとすごい綺麗。ああ、ブルンブルンになるんですね。ブルンブルンに。そう、へー、すごい。今一番お気に入りギアどれですか。今日のお気に入りギア、やっぱギア。確かにテントいいっすね、これ、めっちゃいい。すごいコンパクトにまとまってるし、まあ、結構使ってんすか。いや、今日で2回目。あ、マジですか。いいサイズ。いいサイズ。いいサイズ、うん、2人で、はいはい。今日はいいけどね、あの区画サイトとかだとやっぱり車プラステントだとこのサイト、これが一番いい。これが一番いい、はいはい。普段はアルニカが多いですね。普段はグルキャンだとアルニカ。そうですよね、アルニカ。はい、そう、アルニカ、アルニカかな。アルニカでみんな入れて、はい、やっぱ夏はこれ、うん、冬はアルニカにストーブ
入れて、うちも最近これぐらいのサイズがいいなってなって、風にも強そうだな、ね、思った、うん、今日全部ガイロープ変えて、普段白なんだけど、はい、これもワークマンのガイロープっけ。ああそうなんですね。そう、かわいい。ちょっとなんか全然知らないねまだ。あ、自分らが自分らがアンバサダーだ。アンバサダーって分かってない。めっちゃ足引っ掛けるんですよ。動かしちゃって、いや、そう、砂利と動かして分かりづらいんだけど。なるほどね、なるほど。でも夜になればこれつけるから、これつける、ね、はいはいはい。今日足元かわいいですね、ヤンジさん。すごいかわいいですね。ちょっとフェイマスの。フェイマスっていうのは何なんですか。先輩のブランドで、はい、あ、そうなんですね。全身フェイマスなの。そうだね。あ、これだけ違って、そうそう、アウトドア系のなんですか。いや、全然別にそういうわけではない。あ、ね、お揃いの黒で、うん、おしゃれコーデですね。ブラック系ですね。ブラック系ですね。足元目立たし、あ、そうですね。確かに、確かに。ヤンズさんが近づいてきた時、靴下が歩いてきたと思ってはい、そんな感じでございます。はい、おいっす。ありがとうございます。ありがとうございます。実はね、ヤンズさんご夫婦は去年の夏も一回キャンプしていて、そうです、ふもとっぱらでやってるんで、映ってる動画があるんで、この上の方に去年のやつ貼っておきますので、ぜひ見てください。よかったら見てください。はい、よかったら面白いんだヤンズ。出たまり、ジジイが。で、今日は、テントコーデ、勉強になりました。あざす。いや、こちらこそ勉強になりました。何なの？他にもいろんな動画やっておりますので、ぜひチャンネル登録して、他の動画も見てもらえたら嬉しいなと思います。お願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなり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 。斉藤でした。斉藤でした。斉藤でした。吉岡でした。